がね。やっぱり宇宙はええがね。亀尾さんにこんな趣味があるなんて知らなかったな。ロマンチックと言ってちょ、ロマンチックと。月の表面なんかおるがね。何言ってんの、月に生物なんかいるわけないでしょ。ほんとだって、ほれ。また仮面になった。恐怖の大王が来る。必見でけえやつ。恐怖の大王？なんだそりゃ。僕だってわかりませんよ。ノストラダムスの大予言じゃあるまいし。それでお前たちも月に何かいるのを見たのか。とにかく髪はブルブル震えっぱなしで、こうも一緒だったんで、あいつからも話を聞いてくださいよ。よ。何？リン！リョン！一体どうしたんだ？中にコウがいるんだけど、大変なの！何？リョン！大丈夫？どうなってんだこれ？わからない！帰ってきたらこうなってたのよ！おい、やめようよ。いくらやっても出ないんだから。もう5000円も負けてんだぞ。やめられるかよ。パンパカパーン、パンパンパン、パンパカパーン。お待たせいたしました。私の名前はパチンコ大名人。あら皆さん全然出てないのね。どいて。パチンコはこうやるのよ。どうです？俺のがいい。うわっはっはっは。パチンコ拳法地獄フィーバー、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 フィーバやめた。私はパチンコの下手な人間とは戦いたくないんです。ほな、さいなら。フィーバー、フィーバー。妖力だ。コウの体からすごい量の妖力が溢れてる。そんな、どういうことだい。まさか。あの子は大族の私とゴーマ族の夫との間に生まれた子だからなる。
から私はあの子が4歳の時封印の焼きごてを使い体内に潜むゴーマの力を封じ込めたのです。でももうすぐその効力も消えてしまう。あの子が10歳の誕生日を迎えるまでに私と会えなければあの子はゴーマに。じゃあコウの誕生日が近づいたんでゴーマの血が騒いでこんなことに。それだけじゃねえんだ。いやこの声だ。どうしかくゴーマの血だけじゃねえ。外からゴーマは妖力を送り込みコウを夢の中で操ってるんだ。夢の中。おう、そいつが何者か探ってくる。俺の気力でコウの夢にコンタクトするんだ。行ってくるぜ。ここはコウの夢の中だ。みんな、どこにいるの？ここはどこなんだ？コウ、しっかりしろ。これは夢だ。目を覚ますんだ。白光。久しぶりだね、コウ。アコマル、てめえは死んだはずじゃ。地獄から蘇ったのさ。コウ、今の私は昔の私とは違う。地獄の霊力を得て何十倍にも強くなったんだ。コウ、コウ、大丈夫かコウ。はあ、うわ。それだけじゃないよ。私は何でも見通せる千里眼を手に入れた。君が10歳になるまで母親に会えなければゴーマになることも知ってるんだ。誕生日を迎えるまで二度と眠りから目が覚めない。母ちゃん。だから早とも会えずゴーマになるのさ。アコマルが生き返ったぜ。私が蘇ったのはそんなに不思議ですか？アコマル、許せシャダム。アコマルがおらんと寂しいでの。それで地獄から蘇らせたのじゃ。父上、私はあなたへの憎しみはまだ消えていない。今度こそ父上を屈服させてみせますからね。何？キバレンジャーコウの体内にはゴーマの血が半分流れ、10歳の誕生日を迎えるとゴーマに。
それをきっかけに私が大レンジャーを倒せば父上は失脚、私に許しを請わなくちゃならないというわけです。あこまるめ、ふざけおって。冗談じゃないわ。あの小僧がよみがえり私たちの先を越そうなんて。何かいい方法はないのか、シャダム。ある。キバレンジャーこうだ。奴の体にゴーマの血が流れてることは知らなかった。ゼノス、パチンコ大名人はどうした？ダメだ。あいつパチンコばっかりやって全然戦おうとしない。だが奴の持てる妖力は相当のものだ。俺の妖力と合わせ甲に送り込めばますますゴーマの血が騒ぎ、今すぐ言いなりに動き出すはずだ。そうすればいいわ。妖力を試してやる。妖力。パチンコ大名人にシャダムが乗り移ったんだ。どういうことですか一体。巨大化爆に決まれんじゃ、こうはお願いじゃない。はい、まあ、何？こうどうするつもりだ。巨大パニックの発射。やめろ、こう、やめるんだ。いいんだ。王道キバレンジャーが我々の言いなりになったぞ。おのれ、こう元へ戻せ。貴殿将来
を見極めてやる。天空記念をやめないと地球を滅ぼしてしまう。そして同志閣はなんとゴーマ級へ乗り込んだ。五星戦隊ダイレンジャー、平成